並んでも何年経っても食べたい味ですかね、はい、待ってでも食べたいカレーとはどんなカレーなのでしょうか。いい玉ねぎだったら本当に初期から始めますので美味しくなります。多くのメニューに応用する基本のカレーはたっぷりの北海道産玉ねぎが味の決め手。小麦粉は使いません。ネパールだったら玉ねぎとトマトを半分半分で作りますので、日本の場合はそんな辛い食べないから初めて時には あんまり甘いの感じでやります。甘さを出すために、うん、そうですね、玉ねぎが多めに作ります。クミン、ターメリックなど25種類ほどのスパイスなどを加え8時間かけて仕込みます。